ケーテイテ,イテイは、ベトナム元朝第12代の皇帝、イミナワ玄福法、後に玄福林と改めた。1885年、笛の王宮で同系帝と、仙教皇后の間に生まれた。父帝が崩御した際、まだ幼少で病弱だったこともあり、即位は見送られ、後位は、聖安氏帝が継いだ。1916年、 維新三角が総主国フランスを排除しようとしたために、廃位され、レユニオン島へ流刑となった。これにより、フランスによって12大皇帝に擁立されることとなり、年号を、慶帝と定めた。慶帝帝は、境外化した、現朝の維新回復を目指したが、フランスによって擁立されたという経緯があり、前途は、非常に厳しかった。フランスの監督下で、多くの法令を制定したが、 それでも状況は、k t e t にとって、十分なものではなかった。また、その法令により、多くの民主人士が、フランス植民地当局により逮捕、投獄される結果をもたらした。k t e t が即位すると、フランスは家境を廃止して、反復勢力となりやすい知識人の影響力を弱め、公文書の表記方法も、漢文からクオックグーに改められた。k t t は、 フランスの搾取に苦しむ国民から、フランスの保護下で贅沢な暮らしをしている空物皇帝と見られ、その評判はかんばしいものではなく、著名な民主主義者であるファンチューチンからは批判され、グエン・アイク・オックは、ケイテーテ t を風刺する儀曲、竹の竜を表した。1922年、ケイテーテ t は、マルセイユ植民博覧会に出席のため、 フランスを訪問するが、その際に見た大型建造物に多大な影響を受け、王宮内の建築殿を増改築する際、特に命じてバロック様式にさせるなど、その姿勢は神仏的傾向が強いものであった。また、1923年には自身の両母建設のために増税を命じ、多くの批判を受けることとなった。幼少時より病弱だった。 ケ帝帝は1925年、結核により40歳で崩御したため、父ミカドのフランス訪問に同行した後、そのまま、フランスに留学していた長南グエンフックビントゥイが、帰国して皇帝に即位し、補大帝となった。元服、ありがとうございます。